ワキワキワッキー、森の都のカプセリスト、ワッキー貝山がお送りします。ガチャ動画、3連休の中日です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。仙台はいいお天気でございますね。外に出てきました。毎週土曜日は最新ガチャガチャ、毎日やってみた厳選7アイテムが、よいしょ、はい、私の相方の方に入っております。ここからは恒例の早送りで、最後7つ目です。それでは一個一個見てみましょう。どうぞ。現在発売中の女性自身の方でもガチャガチャのコラム展開してます。ぜひ書店コンビニでお買い求めください。こちらこちら、一つ目のガチャガチャなんですけどね、ここで実践してみたいと思います。踏まないでバスマット風マットコレクション、ブライトリンクさん全5種、マンホール型のバスマットすごいですね。当たったのはですね、なんだろう、でん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 、結構でかいけど、わかります？こちら、はいね、ほんとマンホールだわね。こちら下水って書いてるね。はい、バスマット風だから、これにこう足を乗っける、まあ、どっちかというとランチョンマットっぽいですけどね、これね。敷いてみましたすごい、足乗っけましょうか。はい、バスマットにも使えなくはないですけどね。でしかもよく見るとね、これあのマンホールの蓋がね破けてるという、非常にこうデンジャラスな感じなんですよ。細かいね。はい、あ、ミニブックが風で飛んできましたけども、はい、こんな感じで、あら、風で飛んでった。こっからはですね、家の中からお送りしますよ。2日目です。もうすぐバレンタイン、トイズスピリッツ超リアル缶入りチョコ&クッキーマスコット、いいですね。素敵な缶入りのチョコ&クッキー、実際にあるもののミニチュアですね。ガーリーうさこ缶、中身もほらすごいね。いけますかね。いやー、これクッキーのね間にチョコレート入ってますよ。さらに、あ、これ全部取れるんだ、すごい、すごいね。あ、このクッキーも美味しそう。ほら、どうですか、もう全部美味しそうね。バラのチョコ、これ最後にウサギ型の立体チョコもミニチュアで作ってるんだね、これ。ほら、今缶にね出しましたけど、いや、なかなかっすね。すごいな、このミニチュア技術。お、あ、取れた後は缶の入れ物としても使えますよ。すごい、すごいぞ。見たものをすべてミニチュア化しちゃうというJドリーム回転寿司マスコット、ね、すごいですよ。回転寿司のおなじみの備品、そしてお寿司と回転レールがついていると。 E に関しては蛇口粉抹茶寿司4貫というさあ、僕は何が当たったんだ。すごいですね、レールが作れるんですよ。ですが周りはしないという、そのバカバカしさがいいですよね。いいんです、このね、この感じがいいんですよ。うん、こうかなね、こうかな。せっかくだからケンエレファントの吉田のガリ入れたいな。ガリ箱とあとは最近トングが流行ってるんですかね、ちょっと固めのトングがついてます。いや、でもすごいっすよね、この発想が。4日目です。お、バンダイから動物探検隊ですね。猫隊長、ペンギン、犬、ダチョウ、シロクマと、私が当たったのはじゃん、猫隊長。あ、いいね。あ、リリーシーンやつか、ほら。叫んでますもんね。俺についてこい、猫隊長。いやー、ちょっといい感じじゃないねえ。にゃーって言ってますからね、猫隊長。これなんか、
当に隊長だね。ああ、ランタン持ってか地図持ってかや。5日目です。5日目は玉球からしょうがなイレイサー。はい、皆さんもう大丈夫ですか。しょうがの消しゴムということでね。はい、で一つわさび入ってますけどねこういうあたりがいいですね。なるほど、ザリガニワークスと一緒に作ったの ね。これセクシーしょうがです。ピンクのは何ですかね、新しょうが。ああ、確かにセクシーな生姜ですね。いや、もう、触った感じが、よく使う、本当に消せる生姜です。ね。では、お、消えちゃ消えますね。6日目です。24分の1のバーバーポール、トイズキャビンですね。そんなに種類あるのかなと思ったんですけど。まあまあ確かに、ね、トリコロールブルーが主流だと思うんですけどね。お、主流が当たった、よかった。はい、3つに分かれます。4つか、4つに分かれますね。中はでこう乗っけてつなげると、をかぶせると、でネジを回すと、おおおおおお、原始的だけどいいね、うん、こんなに早かったかないやでもいいじゃないですか。はい、ね、実際に回りますから。ラスト、これ結構作り物系。バンダイです。東海道新幹線 N700A のぞみの座席座席、これ一つ駅弁がついてるんですよね。ねえ、何？リクライニングの機構を再現。テーブルを引き出すことも可能。付属のお弁当、お茶が乗せられます。肘掛けを外して連結可能。数量を集めて列車再現。すごいな。まずはシールですけどね。背もたれ部分とかね、書いてますけどね。何もわかんないですね、これ。ねえ。お、今回当たったのは、シウマイ弁当。ねえ、あら、色合いもいいじゃないですか。これはすごいな。今から座席つくんですからね、これね。まあまあできてる。お、ほんとだ、リクライニングだ。はい、着きました。こうつけて、ね。うん、細かいね。よし、はい、お弁当も出来上がりました。はい、座席完成ね。こんな感じでね。でまたね、この辺も細かくないですか、これポコッと開いてんのね。これこうなの結構ね、結構細かいしね。いやー、これはもうね、新幹線とか大好きな人じゃないとこういう企画は立てられませんね。お持ちの人形で遊べますね、縮尺が合えば。ほら、リクライニングね。いや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 、素晴らしい。怪しいやつ発見。へい、ガリお待ち。これどうにか回んねえすかね、このレール。トングショー、トングショー、トングショー。お土産をいっぱい買いました。やばい人。夢のようなガリー、大活躍だな。
今回もぜひですね、この動画を参考に最新ガチャガチャ回してみてください。もちろんチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンやコメント、そして僕のですねガチャガチャのコレクションから見てみたいよリクエストもお待ちしてますね。はい、それではまた次回。